お、出るかな。仕事だ。もしもし。仕事だ。どうしたの。仕事だ。え、なんだ。何なんだ。な、何、仕事中です。電話やめてください。知ってるんですか。知ってます。いやいや、スケジュール書いてなかったよ。書いてますよ、やめてよ。書いてるよ。どういうこと。QR ラジオ今本番中です。ああ、皆さん、これが素の山田涼介の声です。切り替えにするの早いって。切り替えにするの早いって。そうです。ちょっと最初からこの普段の山ちゃんをちょっと聞いていただきたかったから。スピーカーにしてみちゃった。え、こっちベッドでゴロゴロしてるんだよ。何してんの。え、この後飯だよ、ケイトと。ねえ、飯、ねえ、カフェ行くんだもんね、うん、この後ね。カフェ行くんだよ。でも今とりあえず QR やってるから。あれ、何あれ食べな。ん、何食べるん。マグロの生春巻きのスイートチリソースのやつ。うん、食べような。うん、うん、あれ食べなあかんわ。あれ食べなあかんな。ケット、ちょっと俺暇だから相手してよ。今相手してるつもりなんだけど。いや、もう知念ちゃんがさ、もう長崎ばっか行ってるからさ。知念が、そうだね、映画の撮影でね、ちょっと友達がさ、一人減っちゃってるわけよ今。そうだね、都内にいないからね。ってなると、もう俺、家族と遊ぶぐらいしかなくなっちゃうわけよ。そうだね。うん。何してたの今日。俺、お便り一個読むから、ちょっとメールで見せてよ。あ、マジで。うん、わかった。あ、ちょうどいいのあったよ。ちょっと待ってね。ちょっと声オンモードにするわ。声オンモードにする。うん、それそれ。仕事モードにする。今、うん、仕事モードにするわ。じゃあね、これね、ラジオネーム、みずほさんからね。うん。あ、山ちゃんの大好きな。あ、ありがとうございます。山ちゃんの大好きな、平成ワーズのコーナーの。からいただいた。待って、それさ、俺さ、みずほさんです。家でさ、一人平成ワーズやったらやばいって。あれ送ったら届いた、届いた。見た。ちょっと待って、スピーカーにして、うん、ああ、オッケーオッケー、いける。すいません、ちょっとスピーカー、携帯のスピーカーゴス、イケボで行く、うん、本気出してよ、本気。オッケーオッケーオッケー。じゃあどうぞ。メガネかわいいね、ちょっと見せて。あ、メガネ取った顔もかわいいよ。何してんの。恥ずかしいんだけど。全然恥ずかしい。ごめんなさい、ごめんなさい。今どんな格好してんの、ちなみに山ちゃん。ん、ごめん、ちょっと今ボロボロってなって何も聞こえなかったわ。上裸でね、うん、下ズボン入ってる。おー、スウェットみたいな。いやいや、お二人と飯食うから着替えてた最中。着替えてた最中に俺電話しちゃったの。上着る前に。え、何、今もしかして上半身裸で下は普通のズボンで、うん、平成ワーズやってたの。そうだよ、めちゃくちゃかっこいいじゃん。ただの変態だからね、もうこれ。あ、じゃあ山ちゃん、あれもやってよ。いや、お前自分で。違う違う、最後最後最後。歌振り、歌振り。あ、歌振り、何歌うの、うん、ね。歌わねえか、別に俺は。うん。歌ってるけどね、一応ね。歌う。うん。プレシャスガールが、プレシャスガール？うん。初披露なんですよ、今回。初解禁。初解禁。初披露ではないけどな。うん。おぉ。初めて聞いてもらうんだ。そう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 。それがラジオなんだ、俺。そう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 。あ、そうなんだ。だから重要な役割なんで。うん。プレシャスガールだよね。プレシャスガール。手元に何の情報もないからさ。うん。オッケーオッケー。大丈夫？え、もういいの？もう、え、もうそこまで行ったの？ん？もう曲振りまで行ったの？まあなんかもうコーナーこれでいいかなと思って。何だそれ。7月5日リリース、うん、いける？いけるよ。オッケー。俺そこから言えばいいの？うん、うん、
いきまーす。はい。さあ、最後の歌のコーナーにやってまいりました。それでは聴いてください。7月5日、リリース、ニューシングル、プレイシャスガール。おー。いや、おーじゃなくてもいい。聞いてください。ぽい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 。いいね。どうする？もう、どうする？最後までいる？じゃなくてお別れのお時間ですとかやる？ケイト今いや、GOQR と音のやつとか今絶対言えないから手元にないから覚えてるね。すまんごめんごめん終わったらで終わったら連絡するね。あとでね。うん以上、はい、じゃあ以上山田でしたもちょっと一応もらっといていい？すみませんお邪魔しました。以上山田でした。ありがとうございます。はい連絡するね。はい、はいよバイバイ。